おはようございます。リトルドラゴンズカフェの続きをやります。助手のちびロボくんと和解できたのか。この雰囲気、お、明るいぞ。どうしたんだ。え、おろおじいさん、あのポンコツロボに何かお使いでも頼んだのか。森の中で落とし物をしたと言ってやったんじゃ。なるほどね。それでもうここには戻ってこないと。それなら私たちも一緒に。それには及ばん。森は広いわよ。嘘じゃ。わしゃ、ドロン。ドロンできるのかな。ドロンという理論の似合わない見た目だよな。またトンズラ決めるのか。なんで逃げるのよ。かわいそうだよ、せっかく見つけ出してくれたのに。あのポンコツが、あのわからず屋のコンコンチキが、言ってる言葉が全て返ってくるな、ドクターゼフよ。わからず屋には見えないけど、というよりドクターゼフのために一生懸命に頑張っている感じがするけど。ポッポー、わしの邪魔ばかりしよるあやつがか。どうしようもないポンコツなんじゃ。チッタっていうの、あいつ。あのちびろぼくの名前チッタっていうの。チッタッタって言ってたもんな。いかにもバカでポンコツで堅物のちびロボットじゃ。でもなんでそこまでちってくを目の敵にするのよ。なんでじゃと。そういえばなんでじゃろうな。意外と分かってなかったりしてな。気になる。わしが初めて作ったロボなんじゃ。おお、思い入れのあるロボじゃないのか。助手として働かせておったのじゃが、ポンコツすぎて解雇したんじゃ。解雇、クビにしたってことよ。あんなに頑張り屋さんなのに。ちったなことどう思うかの。失敗作かも。優秀だと思うけどな。でも優秀っていうとこのじいさんのことを認める感じがしてちょっと嫌なんだよな。お前さんの目はおかしいぞ。片目サイボーグに言われるとはな。あれは完全な失敗作じゃ。今優秀なロボットがたくさん研究所にいるのでな。ポンコツはいらんのじゃ。頼んでもいないのに世話を焼きたがりよって。それが一番優秀なロボットの証拠だと思うよ。さてそろそろわしゃ行くぞ。あら、お料理を食べずに解決しちゃうのか。あんなこと言ってこんな時間まで腰はありなかった感じよね。なんだかんだ言って心配だったんじゃない。ずいぶん遠くまで行っちゃったみたいだものね。ちょいと休んでおっただけじゃ。カラカラ、誰ですか。あー、かわいい。この動きいいな。チッチッカチッチーチッタッタ。本当に落とし物を見つけてきたのか。落とし物あったよっていうこの動きいいね。そんなもん知らん知らんわしゃ。てか会話できるんだな、ドクターゼフは。ドクターゼフの落とし物を見つけたんだって。森の中にこんなんあったか。あの小さなネジよく見つけたわね。こんなもん落としとらんわい。中華落とし物なんて嘘じゃ。いやいや、すごいことだと思うよ。チタカタタチッタッタ。よく見てください。なんか意味があるんですか、このネジ。よく見るとこれはわしのじゃないか。おい、ボケ老人、お前。嘘ついてたつもりがガチだったってどういうことなんだよ、お前。体のロボットの方がやはり優秀だったのか。ってことは、あの小さな、ちっちゃいネジ、老人さんのどっかの部品だったってことか。マジで頭のネジ抜けてるってこと。おかげでボケていたのか。いやー、優秀なロボットですね。もうしばらくここに滞在することになりそうね。修理大変だもんね。いやーすごいな。ポンコツポンコツ言ってて、お前のことじゃねえのって思ったらマジだったっていうな。 LDC の評判が名店を超えたって。この世界のどこにどんな名店があるのかわからないから、ちょっといまいちわかりませんが、なかなか評判が上がってきたようですね。さあ次はドクターゼフのスタミナ。
翌日以降の日中カフェの様子見てみよう。カフェ前にいるチッタに話しかけよう。俺はチッタが今もうすでに外にいるのかな、それとも明日の翌日以降にチッタに話しかけるのかな、ちょっとわかりませんが、まあとりあえずお出かけするついでにチッタを探しておきましょうか。まあカフェの前にっていうことなので、いるんだったら出かけですぐ会えるかな。さてと、ではちょっとドラゴン肥料をたくさん手に入れるためにお料理をいっぱい作るという作戦をちょっと観光したいかと思います。なんか見返してて思ったんですが、まあ今更ではあるんですが、これもしかしてポテトにいっぱいお料理を食べさせれば、食べさせた分だけドラゴン肥料が出てくるんじゃないか説を提唱したいんですよ。それだとしたら探索の回数を減らすために、畑とか生けすでの収穫をメインに進めるためにお料理をいっぱい食べさせるっていう選択肢を取るのが意外とありなんじゃないかなって思います。お酢サンドイッチはちょっと厳しいな。マスタードにしておこう。マスタードサンドイッチだったら美味しいから。3つ目の食材は何にしよっかな。ベーコン的な、お肉的な何かにしよっかな。ベーコンってどこのお肉だ。ミンチ、あでもベーコンあるじゃん大丈夫でした。何でもありません。ピリ辛サンドイッチ。さあプラスワン食材がないのでちょっと物足りないかもしれないけど、たくさんお料理を作るのが目的だからね。なんか前にももしかしてっていうので話題に上がりましたが、もしかして本当にこのお料理を食べた回数もポテトの成長促進に影響あるかもしれないという可能性は否定できないので、今更ながらちょっとお料理をたくさん食べさせてあげたいなという、そういう方向にシフトしていこうかな。ふぉー、お米だけのフォーか。食材1個だけだと本当にすぐに作れますから、食材を節約したい時にはこういうお料理を作るのもありかもしれない。お米だけで極上のフォーが出来上がりました。すごいな、どれだけ美味しいんでしょうね。フィッツ、小麦粉、コーダチーズ、あと何がいいかな。やっぱトマトだよな、ピザといえば。あと何がいいかな。このピザはちょっと後でカフェメニューに登録するかもしれないので気合い入れて作ります。何がいいかな。ダブルチーズというのもありだけど、果物を入れる感じではないな。トマトを普通に入れちゃってるしな。というかトマトじゃなくて普通に考えればケチャップじゃないか。そうだよな、ここはケチャップにしておいた方がいいな。ケチャップ、はいケチャップ。では最後はランク高めのやつから選びたいな。トマト生で使うピザ、まああるか、あるとは思いますが、でも俺の狙いはそこではないしな。ガーリックピザありそうではあるが、焼き白レバーとかどうよ。だがまだちょっとランクは足りないな。小麦粉を平凡にしたせいかな。まだまだズッキーにお料理を奪われてしまうことも少なくはないけど、だいぶ慣れてきてるんだから、たくさんお料理抱えているのも別にいいかなって思うようにしましょう。ちょっとね、日和すぎだったかもしれない今まで。男のカレーライス。
ガラムマサラに骨付きカルビを使い、ラッキー焼き鳥をしたため、お魚は最高級の鮎を入れるという、この超贅沢男のカレー。贅沢なのに美味しそうな感じがあまりしないというのが素敵なところですね。でもズッキ肉、魚介、鶏肉と全て最高級のものを使っているという、これ以上にないぐらい贅沢なお料理ですね。さあ、だいぶいっぱい作れてるね。チョコレートサンデー、いい感じ。他に何がいいかな。チリコンカーンとか使うか。うずら豆がデラ余ってらーるかな。余りすぎですね。豆板醤とか合いそうだね。チリコンカーン、いいよ。お腹空いてくるよ。ズッキ、肩ロース。肩ロースはしょっぱくてテールワに甘いのか。お肉の味って普通なんだ。なんか焼いただけのお肉をそのまま食べるってことがあんまりないからな。だいたいタレつけたりするじゃないですか。だから味わかんねえんだよな。この加工食品はなんだろうな、調味料を味わうのが目的なんですみたいな食べ方することが結構あるので、味あんま気にしないんですよね。それでいいのかって言われたら、まあちょっと疑問はありますが、もうそういう味覚なんでいいかなって。豆板醤を味わうチリコンカーンでいきましょう。さあ、もうそろそろいいかな。なんかずっとお料理作ってるだけになっちゃうしな、これだと。さあ、いっぱいお料理ができました。カラフル、いいですね、ポテト。さあ、今日はしっかり探索をして、もういっぱいもうご飯食べさせてあげるからな。いっぱいドラゴン肥料を出してくれという遠回しな催促でもありますが、そうだな、普通の収穫のところでもドラゴン肥料を目いっぱい使っていけばカレー粉の収穫がはかどるかもしれないっていうのもありますからね。まあ畑は使うけど、まあほどほどに2個使って、で残りは自然に収穫できるのを待つくらいでいいかな。よし、では卵鳥くんを仲間にしに行くのと、カレー粉を肥料を込み込みでいっぱい集めると、そういうところでいきましょう。さあ、オレンジ回収して、ここだな。ここが一番カレー粉取れるポイントですからね。ホワイトソース、カレー粉、ホワイトソース、カレー粉、カレー粉。さあ、もう一回ドラゴン肥料を使うと、あれ、すぐにできないんだったが、もう一個使ってみるか。え、すげえ、何これ、え、こんな風になるの。あ、なんだ、撒いたらすぐに再収穫できるわけじゃないんだ。確かに前もそんなんだった気がするけど、3回も撒けるの。あ、これちょっと期待できるな。40時間やってきて今まで一度もやったことのない操作がここに来て発見されるってどういうことなんだ。ちょっと物を試すことを知らなさすぎるだろう。へえ、こういうことできるんだな。ちょっと今まではドラゴン肥料をケチりすぎていたってことだな。いっぱいお料理作ってポテトに食べさせてあげないとダメだな、これは。ちょっとバランスの調整を完全にミスっていたな。みんなもドラゴンにいっぱいご飯を食べさせてあげましょうねってことだ。やってきたぞ、ズッキ君。これ明日すごい楽しみだな。どうなるんだろう。そしてすっかり忘れていたけど、チッタ君は外にいなかったので多分大丈夫かな。明日以降見れば大丈夫でしょう。ほう、なるほどな。肥料の巻き方ってこういう風にできるんだな。3つ肥料巻いたけどどういう風になるかな。取れる数がいっぱい増えるとかかな。
今まではだいたい目いっぱい収穫しても5項目ぐらいしか取れなかったじゃないですかね。食材合計5個みたいな。それがもしかしたら7個8個って増えるかもしれないし、それか取れる食材が必ず全て高級なものになるとか、そういうのもあるかもしれない。どういう食材が取れるようになるかで結構今後の使い方も変わってきますね。1個だけしか肥料使わなかった時はあんまりそんな大したことなかった気がするし、どうかな。まあ効果は永続はさすがにないかな。翌日だけかな効果が発生するのは。イメージ的には肥料ってそういう使い方をするもののイメージありますね。さあズキ君、来なさい。あぶねえ、びっくりした。ちょっと通り抜けられそうだったと思った。カモン。お肉を回収し、今お料理たくさんあるからね、なるべくやられないように気をつけなくちゃね。お、この遠くから気づいてくるとはなかなかやるじゃない。突進来るかい。あれ全然近づいてこないじゃない。ようやく来たようだが遅かったようだね。ズッキー骨付きカルビとズッキーロースが安定して供給できるね。さてサフラン回収して、今後ピザをメニューで安定して使うためにはゴーダチーズは必須でしょうから、まあ、他でも使っていることですし、チーズ回収も怠らないようにね。やっていきましょう。さつまいも、ただ今日はあんまり乗り回していないからかポテトあんまお腹空いてなさそうですね。さあちゃんと用意したからね、ご飯いっぱいお食べ。高い山に登っていく。いつもここまで登ってようやく思い出すんですよね、銀色卵鳥くんの存在を。今日はそれを回収するのも目的だったということを忘れてはいけないよ。さあ捕まえて、はちみつはちみつはちみつ、銀色卵鳥くんとラッキー焼き鳥、そしてはちみつ。はい、ラッキー焼き鳥。うずら豆いっぱい余ってたな。ガラムマサラはもうカレー粉の代わりとして使えるようになるのかな。ただアレンジ食材がカレー粉だとガラムマサラに自動的に切り替わるということはないみたいですね。今で散々カレー粉の枯渇が嘆かれていたところを見るに、そういう仕様だと思います。ということは、まあ、カレーを作るときにガラムマサラを、そのカレー粉を必要とする項目で使うと、まあ、高級なカレーにできるけど、アレンジ食材にポテトサラダにカレー粉を使いますと言ってガラムマサラを使っても、ガラムマサラなくなったからカレー粉にしますということはないんですね。確かにな、ポテトサラダにうちの自慢のガラムマサラを織り混ぜていますって言ってるくせに、ちょっと今ガラムマサラ切らしてるんで代わりにカレー粉入れてあるんですけど我慢してくださいみたいなこと言ったら、明らかにな、なんかそれは完全に表なんていうのかな、表示詐欺というか、おい俺ガラムマサラ入りのポテトサラダから注文したのになんでカレー粉入ってんだよってなるよな。まあ、ガラムマサラ入りの高級カレーのつもりで注文したらカレー粉だ、普通の市販のレトルトカレーだったっていうのも完全に詐欺ではありますが、まあ、ガラムマサラとカレー粉は似たようなもんだろうって
カレーの時には言えるっていうのはまたすごい発想ですな。いや、そういうことにならないかな、もしかしたら。同じ名前で輝くとか希少なっていう接頭詞がついている時に限って別の素材、同じ素材として利用できるようになるとか、そういう仕組みかな。まあ、どちらにせろ、ってなんだ、どちらにせよガラムマサラはガラムマサラで高級食材ですから、今後どっかで使うことがあるかもしれませんし、定期的な回収は今後いいことあるかもしれません。さあ、ピリ辛男のカレーを食べていただきましょう。お口に合いましたか？どの食材もみんな美味しい食材ですから、まあまずいということはそこまでないんでしょうけどね、取り合わせが十分ならば。その辺はお料理する側の腕でしょうかね。はい、ポテト、ドラゴン肥料は1個。さあ、今日はお料理2つありましたが、明日の夜はドラゴン肥料が2つになっていたりするんでしょうかね。そこは見ものですね。というところで一旦おやすみなさい。さあ、評判は上がらず。ということは一通りイベントが進んでからという感じでしょうかね。はい、というところで、ちょっと今日は前半のお料理作成パートが随分長くなってしまったので、1日分だけですが、一旦ここで区切りたいと思います。ありがとうございました。